誰だろうこんな時間に。彼なんですけど。え？もしもし。あれ、どうしました？いや、なんか女の人の声がしてて。ん？元彼からの電話じゃないんですか？はい、番号は元彼からのはずなんですけど。なるほど、そのパターンですか。嫌な予感がしますね。それってもしかして元彼のスマホから今カノがかけてきてるってことですか？その可能性大ですね。さあ、ドロドロの修羅場に GO です。他人事だと思って。そんなことより、ほら電話大丈夫ですか？あ、もしもし、すみません。っていうかどちら様でしょうか？は？マスター、ちょっとヤバいかもです、この電話。どうしたんですか？あなたらしくもない、ドヤンキーのくせに。どこがですか？っていうか聞いてくださいよ。さっき私がどちら様でしょうかって聞いたんですけど。ええ。そしたら、なんて言ってきたと思います？ああ、待ってください。今フリップ持ってきますから。なんで書いて答えようとしてるんですか？口頭でいいんですよ。あ、そうですか。じゃあちょっと考えて週明けにはお伝えしますね。兆候が過ぎるでしょ。もう、言いますけど、電話口でこの人、未練ですって言ったんです。未練？いや、でも未練さんは。はい、私です。ですよね。あ、偶然下の名前が同じだったとか。もしもし、すみません、失礼ですが名字はなんと。え？どうされました？あ、急に切った。今月の無料通話分が終わったんですね。あ、違うか。あの、大丈夫ですか？ちょっと怖くて。怖い？あの、何を話していたのか教えてくれませんか？名字聞いたんです。そしたら同じでした。私と同姓同名。へえ、それはすごい偶然でしたね。いえ、ありえないんです、そんなの。だって私の名字めちゃくちゃ珍しいから。ああ、確かに、あばら骨ポキタって名字は珍しいですよね。あばら骨ポキタ、いや誰。え、あ、違うんですか？違いますし、もしそうなら先祖に一言言いたいです。あ、失礼しました。じゃあ一言言っておいで。なんであばら骨ポキタで確定してるんですか？細かいことは抜きにしましょう。それより、その不可解な電話ですね。整理しましょう。元彼の番号から電話がかかってきた。しかし電話口は女性の声だった。しかも名前はあなたと同じ未練。あろうことか名字も全く同じだった。はい、私と同姓同名はありえないのに。ちなみに差し支えなければ、未練さん、名字は？リブレイクです。リブレイク未練って言います。トリンドル？いえ、リブレイクです。リブレイク、リブレイク。若干あばら骨ポキタミがありますけど。ただのミックスです、日本とイギリスの。ああ、そうですか。まあ確かに同姓同名は考えにくいですね。なるほど。これ何が起きてるんだろう。エベレットの多世界解釈はご存知ですか？は？量子力学において波動関数による重ね合わせ状態の異なる世界がそれぞれ収縮せず干渉性を失い分岐していく世界。え、待って待って、何ですか急に。可能性の話です。もちろんこれはマクロな視点に変換する必要がありますが、マルチバース、あるいはパラレルワールドとも表現できる。いや、だからそれが今回の話とどう関係するんですか？あなたはつい先ほど彼氏に振られてこのバーにやってきた。しかし、もし彼氏に振られていない別の世界があるとしたら、彼氏に振られた世界と振られていない世界に分岐している可能性は？はぁ？そして、もし何らかの形でその異なる二つの世界が干渉してしまったとしたら、例えば、そう、電話を通して。え？一本の電話によって
繋がるはずのなかった二人の未練さんが繋がってしまった。かたや、振られてバーに来ているあなた。かたや、振られずに今も彼と付き合っているあなた。そんなこと。ここからは私の推測に過ぎませんが、分岐したはずの異なる世界が重ね合わさってしまうと、あらゆる事象が成立しなくなり、どちらかの世界が消滅してしまう恐れがあります。そう、怖がらせないでくださいよ。たかが私の失恋でそんな。すでに異変は起きているかもしれませんよ。ミレンさん自身にも。別に何も起きてません。髪型だって服装だって変わってないし、折れたヒールも。え？どうされました？ヒールが折れてない。綺麗に治ってる。なるほど。嘘でしょ。だって絶対さっきまで折れてたのに。辻褄が合わなくなってきてるようです。この世界そのものが。少し落ち着きましょう。何か飲まれますか？レッドホットチリプップ一杯もらえます？かしこまりました。お茶ですね。